はい。ということで、えー、本日はですね、大阪府議選の超激戦区特集、こっちらやっていきたいなというふうに思います。そして本日は吹田選挙区、そして東大阪選挙区でございます。いやー、これからですね、ちょっと大阪府議選の、まあ、注目選挙区、まあ、激戦区をね、取り上げていきたいなというふうに思うんですけども、まあ、今日はですね、 田と東大阪で、特にスイタが超激戦区の選挙区になっているんですけども、ちょっとこの2つの選挙区をちょっとまとめたのが、まあ、共産党さんが今議席のある選挙区で、今回もしかしたらこれゼロ議席になるかもしれない、いたら大阪府議会から共産党さんがいなくなるかもしれないって言われているえ形になっておりますと、はい。で、なんでそういう状況になっているのかというと、えっと、今ね、 こう議席を持たれているんですけども大阪議会が定数削減で吹田と東大阪が1議席ずつ減っていくんですねはいで前回共産党さんは最下位で当選しているので新ルに行くと今共産党さん少職とか切られてしまうという状況でかなりピンチにピンチな状況になっているんですよただえっと吹田とかに関してはまだ全然共産党さん当選する可能性もあるっていうところでもうすぐちょっと注目の選挙区になっているんで 今日はちょっと共産党さんの選挙権で実際どうなりそうなのかっていうところをえ紹介していきたいなというふうに思います。はいで。僕もちょっと大阪の人間ではないので、もう本当に大阪の選挙とかにちょっと精通してる人にいろいろお話を聞いて、まあちょっとね、えー、<laughs> 聞いてきましたので、ちょっと紹介していきたいなというふうに思います。いや、ワクワクしますよ。はい。で、じゃあまずですね。 えー、2019年の、こう、スイタ選挙区でございます。はい、これでは定数4でございます。えっ、ー、と、まずですね、維新の、今、総務会長とかやられております、杉江祐介さんが、前回トップ当選でもうね、ダブルね、スコア以上の、え、票差を開けられて当選しているって状況ですと。はい、デニーの奥谷さんに関しては、まあ、最近ですね、えっ、ー、と、アップデート大阪が谷口真由美さんをね、あの、大阪府知事選で、あのー、 擁立したということで、そこで自民党さんが乗っかるかどうかってなったときに、えー、自民党の府議会議員の中で3人ですね、もう応援しないっていう個性名分を出された方がいらっしゃるんですけども、そのうちの一人でございます。はい。で、三浦敏子さん現職、公明党さんですね。そして4位が共産党さんの石川大さんというところで、まあ、今回のちょっと注目ね、石川大さんが受かるかどうかというのは注目になってるんですけども、で、 5番目が梶川さんということで、立憲民主党さんが前回落選された選挙区でございましたと。はい。だいたいこのぐらいの票数だったんですけども、じゃあ今回ですね、スイタが定数3になります。そして立候補者の杉祐介さん、そして自民の現職奥谷さん、そして公明党さんがですね、えっ、ー、と、メンバー変わりまして、大竹泉さんになりましたと。はい。で、えっ、ー、と、新人の方になっております。そして石川大さんということで、 で、前回落選した立憲が今回出ないっていうね、ことなので、なんで今回、こう、梶川さん票が、あの、どういう動き方していくるのか。 立憲さんの票数っていうのが、一体共産党さんに乗っかってくるのかどうかっていうのはちょっと注目でございます。はい。で、今回、なんか大阪立野党共闘みたいな形で、一体共産党さんが、えー、立憲民主党さんの現職のいる不議選の選挙区に関しては、共産党さん講座立てないっていう、そういった配慮などもしておりますので、立憲さんがどこまで協力するかっていうね、ところです。ただ、一般的には、 えと共産党さんが校舎を下ろした場合、立憲さんに票かなり上積みになるんですけど、えー、立憲さんの校舎を下ろして共産党さんが出た場合、意外にそこは、ね、そのまま行かないっていう、そういったところもあるので、どれだけこう、ねえー、石川大佐の方に票が載っていくるのかっていうのは、えー、と注目でございます、はいでねあのー、公明党新聞さんの方でもなんか、ね、統一地方選挙の超激戦区。 特集みたいな形であの公明党さんの、まあ、議員さんの中で結構やばそうな接戦になりそうな選挙区をなんかまとめて紹介しているあのページというのはもうすでに公明支部さんができてるんですよ。これすごいんですけど全国の一斉に網羅してて北海道からね、あのー、そういうこと宮崎とかもうそこまで出ているんですけど、あのー、そこの、えー、激戦区の中にこの吹田は入っているという状況なんでしかも山口代表が応援入ってきたりとかね 申うしておりますのでここは注目でございますはいでこのイタのねちょっと特徴と言いますかまず今市長があのー、維新系の市長じゃないんですよでそれこそジャルジャルの後藤さんのあのお父さんがあのー、今市長をやられているっていう選挙区になっておりましてはい前回市長選もねバチバチ戦って勝たれたっていうところになっておりますそしてね第一会派が 共産党さん,なんですよ。吹田市議会の。吹田市議会の第一会派7議席トップで取ってるのが、えー、共産党さん。そして公明党さんも7議席持ってるっていうところで、普通ね、一番トップで自民党さんだったりとか、えー、それこそ維新さんね、大阪だったら取られたりしてるんですけども、そうじゃないっていう選挙区になっておりますのでね。まあ、一応ね、維新さんが前回ね、あんまこうした立てなかったというか、今上位当選がほとんど維新さんで、これもっと立てれたでしょっていう数字だったんですよ。 はい。なので、今回、えっ、ー、と、前回共産党今第一回編7議席なんですけど、維新さんは10立てていくっていうね、今擁立してる時点でも10人立ててる感じなので、ちょっとどうなっていくのかっていうのは注目でございます。はい。そしてね、スいタといえば、参政党の 神谷宗平さんがもともとね、えー、市議会議員やられていたてとこなので、まあ一応ね、えっ、ー、と、市議選の方は校舎立てていくってところはもう発表されているんですけども、えー、これ、府議選の方どうなっていくのかっていうのはちょっと注目でございます。はい。 でね、あのー、もともと、えー、スイタ新請会っていう、あ、新請組のね、新請に書いてあのー、神谷さんがね、独自に会派とかを作られていて、仲間もいてってところなんですけども、最終的にちょっと自民党さんで衆議院選挙に出るってなった時に、まあ、そこ離れてってところで、ただもともと仲間だったメンバーが今、スイタ党っていうね、えー、名前でこう会派組まれたりとか、えー、してますよっていうような。 形なので、それが3名いらっしゃるってことなので、まあ、そこがどう動いていくるのかってもちょっと注目でございますし、あとね、今ちょっと松尾翔太問題というものが今ニュースになっておりまして、これ松尾翔太さんって方は、えっ、ー、と、前回維新でトップ当選をされていた、 えー、方になってておりましてそれこそね、維新の代表選、馬場新代表が誕生するときの大阪の、ね、維新の、えーあそ、日本維新の会の代表選のときに、いたら梅村瑞穂さんの選対、えー、委員長をやられていた、えー、方になっておりまして、でその方がです、ねまあ、不祥事です、はいあのー、会派の政務活動費をなんか不正に引き出したり、で同じ金額をなんか入れてる、なんか怪しい記憶があるぞみたいな感じで。 まあ、言ったら、こう、お金の問題でね、今、かなり叩かれているっていう状況で、で、承認可能も,もね、行われようとしてるんですけども、本人が出てこないっていう、今、そういう状況でございます。本人が、えー、承認可能も拒否してるみたいで、出席拒否してるみたいな、えー、状況になっておりまして、まあ、言ったら、この問題ね、本人が出てこないってことは長引くぞっていうことなので、一新さんかするとマイナスな、えー、状況になっているっていう感じですね。はい。なので、このスイタはちょっとね、めちゃくちゃおもろいと思います。はい。 で、全然共産党さんは、えー、勝てる可能性もあるし、落ちる可能性もあるっていうところなんで、スイタはやばいです。マジで。はい、ここ、注目でございます。はい。そして、えー、もう一個ですね。東大阪選挙区でございます。定数5なんですけども、 で、えっと、2019年時はこうでしたってことで、えー、トップ当選が広野さん維新の方ですね。はい、えー。現職でございます。そして2番目が山下博明さん、えー、公明党さんです。で、3番目が塩川さん自民党で、4番目は西野光一さんですね。で、この方が、えっ、ー、と、もともと、えー、お父さんが、えー、自民党の衆議院議員を、えー、やられていて、で、その後、 こう維新とかにはね、えー、西野光一さん自体もいたんですけども、えー、維新さんがこうちょっと党を解体するってなったときにあの、えー、次世代の党、一た石原さん系の方に行かれたっていうところで,で、その後と衆院選出て落選されて、あのー、で2017年の、えー、と衆院選、無所属で出て落選されたっていう、えー、方になっております。はい で、その方は無所属で不議選でで当選されたっていう、もともと地盤ある方が無所属で当選されたっていうような形になっております。はい。そして、えー、5番目、内海さんが、えー、新人で、えー、共産党さんで当選されたっていう選挙でございます、前回。はい。で、自民党が2人立ててたっていう状況だったんですね。で、自民党さんが、えー、2人目がこう落選したっていうような状況だったんですけども、でね、これが今回、 4議席になるっていうことで、えー、石井さんは現職様はひの広野さん。そして、こう西野光一さんね、維、え、新、ー、に戻りました。はいもともと衆議院議員ね、維新で出られていて、で、あのー、いのた無所属で出るときに、実は、えー、と兄弟で、こう西野光一さんが、えー、自民党で、でもう一名の、はい、兄弟の方が自民党さんにいるって、兄弟で今ね、えー 分裂しているという状況になっているんですよ、大阪府。で、もう一人のこ自民党の西野さんの方は、一応、もともと維新にいたんですよ。で、西野さんが無所属で衆院選に出るから、まあ、い全力で応援するために、まあ、いったら筋として維新さんが離れて、えー、西野さんを応援するっていうね、衆院選を応援するって感じだったのに。 党のね、あの、衆院選に出た西野さんの方が維新に戻ってえ、西野さんを応援するために維新を抜けた方が自民党に行っているっていう、あの、<laughs> すごい、あの、面白い展開になっております。はい。で、えで自民党がね、塩川さんが、ね、出ないっていうとこ、ってかまだメンバー乗っていなくて、で、ゆいさんっていう元経産省の方ね、マッキンゼとかの。はい。 ゆいさんが今回ね、えー、新人で、えー、自民党から出られるっていう、えー、感じになっております。はい、で、このショーカ川ーさんは、ちょっとね、なんか噂ぞ、大阪の14区の支部長に、 なるんじゃないか。14区で出るんじゃないか、みたいな形で言われておりますっていうところで、まだね、あのー、公式には出ていないんですけども、今、こう、Google の検索ワードとかでも、えー、大阪14区スペース、塩川って出てきて、とか、Twitter とかでもね、もうなんか内定してるんじゃないかみたいな情報出てきたりとか、僕の友達も言ってたりとかね、えー、してるので、ちょっとそこはね、塩川さん、塩川さんの、塩川さんの、塩、え、J、ー、って言われてたあの方の、そこの系列でございます。はい。なので、もう、地盤もある。 方になっております、はい、で、えーと、公明党さんが山下さんですね。はい、で、共産党さんの中海さんということなので、で実はこれあの、ね、先ほど、公明新聞さんので超激戦区特集組まれてるというところあったと思うんですけども、ここは入ってないです。はい、<laughs> なので、自民党さん、今まで2人出てたのが1つに絞りましたと、でこう考えたときに、なんかこう、内海さんに新たに入る票みたいなのはないので、共産党さんはここは買わない厳しいんじゃないかなというふうに思います。 なので、本当に大阪で共産党さんが生き残るためにはマジでスイタ。はい。東大阪は正直厳しいと思います。はい。なので、ちょ本当とスイタがね、えー、ものすごくちょっと注目でございますってことで。だからね、もともと、だから、えっ、ー、と、スイタは立憲さんの票が、えー、石川さんの方に入る可能性あるんですけど、これもうないですか前回そもそも。立憲とか出てないんで、ちょっとここはね、かなり、えー、注目でございます。はい。そしてですね、 あの、なので、大阪府議選の方ね、ちょっとこれからまたいろんな、えー、おもろ選挙区、いろいろ聞いておりますので、どんどん取り上げていきたいなというふうに思うんですけども、で、ちょっと告知でございます。えー、4月5日、統一地方選投開票日、えー、タレントのね、4、5歳いらっしゃいぜとか出ております、井上さくらさんとちょっと開票イベントを行います。えー、場所は阿佐ヶ谷六都でっていうところなんですけども、 えー、チケットの発売まだ未定となっておりまして、おそらく、えー、配信を予定しております。なのでね、おそらく大阪に関しては絶対取り上げると思いますので、はい。まあ、大阪ね、まあ、場所はね、東京でやるんですけども、ちょっと大阪の方もぜひ配信とか見ていただいて、一緒に、えー、楽しんでいただければなというふうに思いますし、もしかしたら現地行く可能性もありますので、はい。ちょっとね。 えー、都市法制のそうういいいいいったた情報も提供していきたいなというふうに思いますはいということで、えー、これからどんどんね大阪府議選特集もちょっとやっていきたいなというふうに思っておりますので是非、えー、チャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。